どうも皆さんこんにちは。やっとお待ちかね大人気シリーズ研究家の博士です。よろしくお願いします。はい、前回大好評、もうね15万再生ぐらいいってる。いくか、そんな。前回は手の耐久性を調べさせてもらいました。塀は永遠に消えない、塀は世の中にいっぱい転がってるぞ、それを吸いながら言ってるぞっていうことが判明しました。巨人軍ってこと、永久に不滅、永久に不滅。ごめんなさい、ヘドユーの、マキヒカさんです。よろしくお願いします。よしー、塀の提供してくださってます。スポンサー、はい。今回、やりたい塀の研究テーマ、塀の距離を測ろう。お前てや、お前は塀越えた時に誰越えたかわからん時ありません？まあ、臭いけど。あるね、あるね。それって計算したら、そこからそこにおった速度、塀の、速度を測れば、そいつって判明できるわけよ。威力によるやろ。それを測っといたら、今後塀こいたやつはバレます。ごめんなさい。違うやろ、大きい人数でここでこい、あのこっちの方で臭い、からここの近くの人が疑われるガチやけど、実は奥でこいでるかもしれないよっていう。おならの国からやってきた、この実験通したら、もしかしたら端っこの席のやつかもしれないっていう。心の優しいおなら使い、だから塀の秒速を測りたい。だから威力によるやろ。僕はお前映ってるから、 2メートルのパイプを用意しました。今回、この女優の方には男優じゃん。こうやってここでこいでもらいます。情けない。で、あっちに俺鼻つけときます。で、プーって音鳴ってから鼻に到着する、時間で、秒速なんぼ、毛が秒速なんぼで動いてるかっていうのを研究したいと思います。威力による。今回これまただいぶ業界がないねん、ざわつくって。いや、楽しみですよ。何すんの、塀をこいてもらいたい。もう、塀はどうする、その固定じゃ厳しいね、まだ。ほんで、今電子じゃ、この塀スペースでやってもらって。スペース、スペースでやってほしい、ここので、塀って言ってるやろ。画角の確認するな、スペースの。あ、ギリ、梅ちゃんの背中で切れてる、これギリギリ。あ、いい感じ、いい感じ。高菜が水を得た、この大会を渡ると決めた。そんな感じで、ほんで今回は実験で言わせてもらい、男優として言わせてもらうけど、プライドがあるんでね。ありがとうございます。これはいきなり直で当てるでしょ。出ない。なんでだ、なんでだ。前の袋の時もそうやったじゃないですか。いや、袋直やったよ。直でパンツを挟んだでしょ。はい。だから安心してしたんです。何やね、安心。安心って何やね。お尻の穴が安心したんです。安心って何やね。分からんねん。安心出していいんやってなって、だから出せたんですけど、自分で出す考えで。今回はごめんなさい、いきなり別の人物やん。直で筒が来てるっていうことは、多分ご本人はそういうの嫌がると思う。いやいや、なんで2人おんねん。絶対出ません。出そうなったら言うて。ほんまに出えへんって、もう今日はもう出るって。お前はほんまに出えへん時ないんやから。またないか。出えへん時あるやろ。出えへん。なんで不調出えへんとか言うねん。不調やねん俺。不調？なんで出えへん？調子悪いねん。そっちは調子いいんか。おう！はよして。そう、すぐに出えへんねん。わかるか。へえ、出してくれ。あとさ、その筒をさ、直接入れるんか。お尻の穴に入れて、ここやったら匂いがそのままあっち行くかもしれんけど。行くやろ。ここにこうやった状態でちょっと逃げるやん。だからちょっとくっつけてや。こうやって。俺はへの研究をしたいだけやん。そう。で、ここでこぐん。こぐ。漏れへんように、漏れへんように絶対漏らさんとってほしい。秘密事項か。おう、よし、これでいつでも。マキーカさん、今どこ怪我してるんですか。僕今は足首です。映像によってバラバラな怪我してる。わからんじゃない。今できないんですか。僕今できないです。今ボール出ないです。これでいつでも。よし。で、そうそう、いや、自分でそう。俺これ何しとんねん俺。なんで自分で俺こんな筒ケツの穴持ってっとんねん。だんだんほんまに俺へのためや。今後の小学生とかのためや。今後の未来の、未来のへのため。世界を救うかもしれんの、これで。救うよお前これで。お腹で困ってるとらんおるって。誰こいたんとかなるから消えた今のトークで。ちょっと待ってくれ。あ、もう、押したよ。入った、どうすんだよ。
で、お前その確認やで、その下痢すんなよ、鼻直やから。頼むから。で、あと平行で降りたいから、そう、位置確認させて。ケツバーなんかどっかほら、そこてかさ、この格好でさ、おならって出んくらいっつも俺出てるって。俺こうやっていつも歩いてこう来た。あ、今日調子いいっすね。いい調子ナイスナイスナイス。でもまあ、みんなに本見られてたら一応今は、ごめんなさい、匂いません。今は確かに、筒が、うん、今は全く匂い。ちょっと匂い、あ、そうか、つけたから。あー、いったん消えた。ちょっと待ってくれよ。ちょっと待ってくれじゃない、うん、椅子座っとんか。何してんねん。何してんねん。何をしてんやつやんけ。俺こんなとこ座ってた、極端にうんこしとるやつやんけ。今の一気消えたわ。お前やっぱカメラ見られると無理やん。なんでやん。なんで毎回カメラ持ったら無理やん。恥ずかしがってんねん。ちゃんと女優やんけお前。男優やろ。できるできひんちゃう。そこで悩んどんちゃう。何で迷ってんの。喋らないで。OK。 ちゃんと逃がすなよ。お前あがったら実験失敗ぞ。うわっ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 。すげえ。すげえ。すごっ。すげえ。残ってる。どう、耐久性はどう。消えた。消えたか。今で見る。こっち消えた。2メートルで約4秒。すげえ、時間差あったやろ。飛んでたよな。飛んでた飛んでた。うわ、消えたんかなと思った。うん、途中。ってことで、1メートル、1メートルに2秒、4秒と考えて、1メートルで2秒、1秒は何メートルや。50センチじゃん。へ、1秒50センチ進む。うわっ、うわっ、研究結果出ました。威力によるやろ。種類によるやろ、への。ですね、あ、お待たせしました。研究家のへなんですけども、結果、への速度出ました。これはもう世界初です。1秒50センチです。なのでだいたいこいてからそこたどり着くまで、だから1秒ごとに50センチ進ませていったら、辺の犯人が分かります。おお、確かに、うん、はい、威力によるやろ。ということで、今回、研究家でしたけども、次回辺の重さを、意味分からんってお前、ないってよ、重さを。皆さん、ありがとうございました。よしー、新しいこと思いついた。だから辺こきます、こっちで4秒以内にこっち来たら自分の部屋を直で匂える。いや、これでこうでええやろ、それは。いや、だから移動して匂わなあかん。だから、そっちでこいて、お前こっち来てくれ。で、そっち防ぐから俺。いや、待って、そんな意味ない。逃げ、そっちから逃げるよ、お前。お前、押さえ、あなんて、押さえてたから。何のために俺そっちで匂いに行かなあかんねん。これ何の実験やん。いや、ほんまにすごいから、やってくれ。マジで。それはこれでこうでもええやん。いや、こっち通しての匂いの方がいいわ。変わってるやん、それ全然。これを通るのかに合ってるやん。変が平行にしとくか。これは普通です、普通です。パンツやだね。あ、無理やったか。消えた。